の知らない世界。これね、多分 YouTube やりすぎててこうやって俺また合わすから、はい、多分その流れで、はい、多分なこれな、そういう風にこうどういうのか導かれてるじゃないけど、その方向に来たんやと思うね。あ、だからそれってストーリーやから、心理がそうやってやってきて今こうなってきた。でそこでまだあの今の親分に出会って、はい、でも恋や言われて来てしまうというね。とりあえずあの元々のスタートは今年去年の中からあの年末あたりに、年末ちゃうか10月か11月ぐらいか、いやもうちょっと前9月ぐらいだから俺が「家借りろ」って言ったら「だんだん安いは2万5千円やる」それで大阪を借りてしまったんがスタートで、でそっから大阪に来始めて会って、やっぱり大阪に来たことによってあのいろんな人と出会う時間も増えたし、うん、で、まあ、今回の誕生日もあったし、でそっからもう 今やんか、でそこでやっぱり弟子になってやってみようって言ったら、こうすると事業としても今度やってみようっていうね、新しいことの発見があったと俺は思うし、それはそれがストーリーになっちゃうから、だからお前がこう旅立つ、はい、本当はどっかでもうちょっと多分な、俺飽きてんなら思うで、俺は知らんけど、本当の意味で、いやまあぶっちゃけ飽きてはいる、どっかで、ね、だって同じことやって、はい、もうこれ以上がうーんってなった時に、多分そこで新しい、例えば本当にね、あって石台で授業をずっとやってきて、まあすごいよな、あの人数であれだけ売り上げ上げるんやから大したもんよな。そうですね。いやあれすごいと思ったら、ありえへんと思う、ちょっとなんでやねん思うけど、まあだからそういうのを目の当たりに見て、うん、でまあそういう出会いがあって一緒に行こうか言って、ほんでお前が怒られながら見てるの楽しかったしな。でやっぱあの初めてそれで本当の意味で怒られてたりするとそしたらあの別にそれが多分お前が俺思うのは、心理が、はい、ほんまの意味で今回来ることは俺は旅立ちや思うでな、そのわかる、ほんまの意味のスタートってことですか。そう、うん、あのいわゆるあのえいつも言うの、何か絨毯、何かが起こって出ることになってたよね、旅に出るってことや、うん、はい、旅に出る時っていうのは人が通った道っていうのは旅じゃないね、ああこれヒルジャニカに出て、へえ、そこはちゃうね、人が行ったことない道を、はい、もう恐怖と戦いながらそこに出ていく、そして行くことが本当の旅に出るってことや、はいはいはい、うん、でその時はいろんなことだけど、そうしたらそのまあまあ、まあ、今度また映画見せたらそうにもあんねんけど、やっぱり自分が、あの自分群れがあるとしたらさ、うん、自分が羊の群れにいると、うん、トラも羊と思うんでしょ、うん、めーって言ってしまうんですか。そう、ほんまほんまマジですか。で、葉っぱ食べるね、肉食やのに、そういうまあ比喩、比喩やけど、ちょっと比喩やけど、でその時に彼はあのあるオスのトラに見つかるわけよ、はい、羊の群れにいる一匹のちっちゃいトラ、はい、お前何してんねんと、え、何がって言って、俺羊やなって言う、はい、ちょやバカかちょっと来いって言って、はい、であの川に連れて行ってこう顔を見せるんで初めて自分を、ああトラやで、周りを見とる羊とは全く違うわ、でその時にえっと思った瞬間にそのオスのトラがその子供のトラにな、はい、無理やり羊の肉を壊す、へえ、その時にもう自分の友達のやつも食うてるからもううわーって吐きそうになるんだけど、飲み込んだ瞬間にエネルギーが湧くね、あで自分が取られてあったってことに気づくね、おっきい、それがショックですね、でそっかほんまに旅立つね、あ本当の自分に出会うわけよ、それ一緒やん、だから多分俺の心理がずっとその田舎でいったら多分それは出会わないと思うよね。あの生きていけるし、やっぱり環境はそうだし、はい、でどこまで行っても知らんけど、まあ、心理もいろいろ社長は知ってると思うんだけど、また違うしな、うん、こっち来て、まあ多分まあ多分違うと思うわ、そこ。だから本当の旅立ちやから、これを今度、あなたがやったことを、はい、ここでやったことを、田舎に帰って、うん、ストーリーをしてあげるってことだよね。僕の仕事はそこまで、ちゃんとやりきることで、若くてなんかやりたいと思ってる子に何かエネルギーになったら。って思うよ。うん、で、そこで、そこで例えばお前の、まあ知らんけど、卒業した小学校とかでな、はい、呼ばれたらかっこよくね、わあ。知らんけどな、それはすごいですね、ちょっと講演してくれ、よくあるよくあるやん、はい、OB、OG がそう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 、大事にしてて、やっぱこうどん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 やっぱアップデートというか
だから循環するためにそっちに向かないと、そっちの方向に行かないと、これは何度か言い込んでくるけど、そっち行かないとそっちにならへんねんな。でも環境を変えていかないと、次か次。その環境を変えるっていうのは、勇気を振り絞っていく人もおれば、その環境を変えるっていうスリリングさが楽しくていく人もおるし、いろいろですか？知らん。人は変化にすることをあまり興味持ってないんで、多分スリリングでいきたい人はあんまりいないと思うよ。流れを追うで。あ、流れ。これは宗教師っぽく言うとお導きとか言うねんけど、いやでもほとんどの人は導かれていってると思うよ、そのタイミングで。もうそうなるべくしてそうなってしまう、求めてんねん、どっかで。あ、自分がですか？はい、